旦雪が降ると明るく思えるんですけど、カーポートが雪で埋まってるのでね、やけに今日は暗いなぁと思ったら雪でした。まあね、そうそう雪景色になるってことが少ない鈴鹿地方、3月のね下旬ね、もう今日21日かな、うん、お綺麗だね雪景色ですよ。まあニュース見る限りでは今日はね、全国的に雪景色になっているっぽいような感じだなとは思うんですけど、なかなかに珍しい景色なので外気温計自体もね、今1度だったかな、なってるので結構気温も冷えてはいるんですが、まあ元々がね、もう言っても3月なので、まあ、道路が凍ってるとか道路に雪が積もってるとかそういう状態ではないんですけど、まあこれぐらいのね雪な感じで多少積もっても一応オールシーズンタイヤなので、はい、安心は安心。まあ、凍っちゃうと全然意味ないんですけどね。で、太陽はしっかりと出てるので、まあ、多分このまま普通に晴れては来ると思うんだけど、でもなんか周りの雲はまだ雪雲だよね。もう降らないような気はするけど降ってもおかしくないっていうね、サーキット道路の前を通っていくんですけど、サーキットの方にカメラはこれ向いてないのでメイン会場は映ってるかな。まあ雪が雪が珍しいなってことでね、鈴鹿の雪景色を映しにやってきただけなのでね、はい、いやー朝日と雪景色でなんかいいよね。しかし朝方っていうのは皆さん、うおー車ちょっとあ、もう、あ、そっか、鈴鹿サーキット、もうそうだよね、春の F1 に変わったからもう看板がF1 のモードになってますよ。いつものコースでいつものように好きな場所、鈴鹿サーキット一般道との立体交差はい、鈴鹿サーキット特有のね立体交差を一般道からも別の形で楽しめるというね、はい、ここですか。いやー白いなー白いなー、いやもう本当に雪だねっていうだけの
動画です。はい、あの非常に珍しい風景、ちょっと撮影してみました。何よというだけの動画でございました。